ルッチェイロリッチは、アメリカ合衆国のバイオリニスト、ルジェイロリッチとも表記される。少年時代から晩年に至るまでの長大なキャリア、多大なレパートリーと録音量を誇る。カリフォルニア・州サン・ブルーノで、イタリア系移民の家庭に生まれる。父親の手ほどきでバイオリンを始め、後にルイス・パー・シンガーの相手子となる。振動として、頭角を表し、1928年にわずか10歳で、 ビエニャフスキやビュータンの作品を演奏して、サンフランシスコで公式デビューを飾る。翌年には、メンデルスゾーンの競争曲を演奏して、オーケストラと初共演を行った後、カーネギーホールにおけるデビューでも、大成功を収めている。1930年代に、ベルリンに留学して、ゲオルク・クーレン・カンプ他に入門、アドルフ・ブッシュ以降のドイツのバイオリン演奏様式を習得した。 1942年から1945年まで従軍しながら米軍の異門演奏を担った後、1947年にパガニーニの24のカプリースの最初の録音を行った。また除隊後には19世紀の作曲家による無伴奏バイオリン作品の発掘と演奏に勤しんだ。現代音楽の作曲家による多くの作品の世界初演を行っており、 ヒナステラの競争曲などは録音も残している。ソリストとして、EU に70年の演奏活動を続け、その間に65カ国において5000回以上の演奏を行うかたわら、様々なレーベルから500点以上の録音作品を制作してきた。バイオリン教師としては、インディアナ総合大学、ジュリアード音楽学校、ミシガン州総合大学などで更新を指導するほか、 ザルツブルクのモーツァルテウムアカデミーを筆頭に、欧米各地でマスタークラスも主催した。学府出版社シルマーからは、左手の運指技術に関する著書を上司した。アイキは、グアルネリ・デルジェスだが、4度目のパガニーニのカプリース全曲録音においては、イタリア・ジェノバより、パガニーニ自身の所有したグアルネリを対応された。リッチは、19世紀ヨーロッパの伝統的な、 巨匠様式を今日に受け継ぐバイオリニストと目されており、ビヨンと華麗な演奏技巧、独特な楽器の歌わせ方が特徴的である。パガニーニやサラサーテを得意とする。一方、室内楽曲も好んで演奏しており、マルト・アルゲリッチを従えて、カーネギー・ホールで収録されたライブ演奏では、フランクとプロコフィエフのバイオリン・ソナタを取り上げている。2012年8月6日、 心不全のために死去。94歳没。ありがとうございます。